お疲れ様です。筆頭岡林武志田賞で板山のホームランの見かよ。打つ方で助けてあげないといけない投手でも、それができないから当然負けるよね。とりあえず今日の誇示要素は板山。点差もひどいが試合内容はもっとひどい。シーズン終わってないんだからもっと集中してくれよ。今の巨人は優勝ブーストがかかってますね。それに比べが中日ドラゴンズは。最後の方なんてほぼ無気力プレイやったしやる気ゼロだろ。優の断末魔の叫びを耳にして東京ドームに詰めかけた G ファンをジーンと痺れさす試合だった。7連戦を2勝5敗でなんとか乗り切ったな。唯一の救いはヤクルトもお付き合いしてくれそうなこと。あと10試合、どれだけ借金増えるかな。来週末の神宮次第で順位決まりそうやね。中日はストニの車壊すステージじゃねえんだぞ、ボコボコじゃねえか。強打線のんほりポイント岡林と板山だけなのに板山途中下校させられて笑えない。ベテランの先発もダメ、若手の先発もダメ、暗黒時代来そうやな。何もない試合。松木平が打たれて野手も無気力だった。巨人ファンを大喜びさせるためだけに中日の選手は存在しているのか。最後のクライマックスが12年前ですか。最近では親の顔より中日の負けを見てます。どうほ。年上よドラゴンズ音符。1番岡林が猛打賞、7番板山がホームラン。いいぞ頑張れドラゴンズ。年上よドラゴンズ。短すぎて大草原なんだ。借金20あたりでフィニッシュしそう。そもそも赤星なんて中日なら余裕の2番手なのに舐め腐ってるやつがいたのが笑える。弱い、立浪は弱い。なおファンは増えてる模様。与田の幻の CS があるから。落合の時に A クラス常連だったのにな。いくらなんでも中日親会社がやる気なさすぎだろ。色づき文字に管理人ちゃんの思いが溢れているな。初物苦手な G 打線にこれでは来期松木平苦しくね。広しとで勝てばよいねん。それしかできないんだから。おい中だ、この借金数になんか言ってやれ。勝ちパも温存できたし震え。立浪のヘイトの半分は中田が受け持つらしいからセーフ。上原雑談魂を見てたけど、ゲストの選手がみんな谷繁は嫌だった、洗い場は嫌だった、浅尾は群を抜いて牽制早かったって中日の選手を褒めてるんだよな。今の中日にこんな風に褒められる選手いないよな。終わってる。監督退任は決定的、後任は井上和樹か。立浪さん、巨人の選手は若手が多いですね。それでも優勝争いしてますが思うところはありますか。安心しろ。CS 通算勝率は中日が12球団での1だ。その立役者に砂かけて追い出したからこんなことになってるのは秘密だけどね。どうせ今日もあと1本が後かやろう。見てないけど、それか乾杯で何もないか。誕生日の福永、立浪は全員若手に染めないと気が済まんのや。ちょっと負け出すと、すぐ借金、借金って嫌みったらしく書くよな。まだ、たかが17やろ。いちいちうるさいねん。みんなして何を期待しているの？10連勝とか20連勝ばかりすると思っているの？一つ勝つのも大変なの。まだ10試合しかないし、ここからもっとひどい連敗だってあるかもしれない。そういう時にどう踏ん張るかだから。不良債権筆頭の中田を引き取り、最大のライバル広島をボコし続け、井上や浅野というスーパープロスペクトの育成に貢献。巨人の二軍かこいつらは。まあこの戦力じゃ結果は目に見えてるな。井上、なんでお前のリストバンドピンクなんだ。でもバッシングされる一樹の姿は見たくないよ。火曜だけは3点取れよ。取らなかったら全員減俸。別に井上は有能でもないからな。立浪よりマシ程度。浅野は他で打ってるやん。井上はわかるが、知り合いの知り合いによると5位なら続投らしい。秋広やお声の顔見たら必死だもん。競争させられてるからね。門脇や中山、泉光もしかり。ドラゴンズは与えられたレギュラーばかりだから闘争心もない。松木平は年齢相応ちゃうか。広人とか超一流とはさすがに比べられん。
来年やればいいさ、消化試合だし。立浪は嫌だった。立浪は群を抜いて裏に引き上げるのが早かった。細川が完全に弱点バレ出したのがやばい。そうか、ワイには有能に見えるわ。立浪、ファンの皆様安心してください。あと10試合こなせば借金はなくなります。小石種ネオさんが2軍で高騰したらしいですよ。あ、立浪さんは遊び終わったおもちゃに興味は湧かないんでしたね。そもそも前の回ホームラン打った板山に代打出すと仮回不能なんだわ。普通ホームラン打った選手を代打出すか、頭いかれてるだろ。明後日のナボド広志とで勝てればいい。幸い勝ちとも温存できた。松木平6試合 35.2 回防御率 4.54 K 17.0 BB 7.5 K BB 9.4。ここ3試合 15.2 回防御率 8.62 K 17.5 BB 6.3 K BB 11.3。三振も増えて値四球も減ってるな。よし、逆に消化試合で今の枠以下はきついだろ。3年間で借金50兆円。これで続投とかありえるの？ヒロトだけ勝って他は負けるサイクル。笑い、ヒロト、水曜日の阪神戦よろしく。勝敗がヤクルトと連動してるな。これ最終戦で順位が決まる 10.8 決戦の再来になりそうだ。これは国民的行事になるぞ。正直な話ないと思う。さすがに。2軍。松木平。防御率 1.69。10勝3敗。これが最低限。じゃあもう1軍で投げる選手いないね。水曜日の阪神戦。バンド、しかないんですが。全部ドラゴンズファン目線の感想じゃないですかね。さあ試合見てないから知らん。でも若いから伸びてくし大丈夫やろ。高騰もしてるし。ヘッスラして脱臼しないように気をつけてね。もう勝ちたいのか育てたいのかわからんね。最初は打つ方は何とかするって言ってたのに、今になって守り勝つって言ってるチームだからそれもそうか。今日の夜明けに報道なかったら続投だよ。選手がいないのも事実。ヘイトは2倍に膨らんでる定期。最下位のチームが即戦力外ドラフトやってどうやって勝つんだよ。水曜、力がないな。石垣や石柱は若手の台頭もないし。鉄編成統括は一体何をやってるのやら。きっと2軍の話やろ。監督退任とドラフトか、楽しみは。でも立浪は闘争を煽ろうとしてるよ。与えられたレギュラーの強打を放出して村松にレギュラーの座を与えたから。ヤクルト頑張れ。ヤクルト頑張れ。立浪落ちろ。ヤクルト頑張れ。ヤクルト頑張れ。立浪落ちろ。石川って岡本と同等以上の才能あると思うんだけどな。終盤に勝ちまくれば続投の目もあったが、さすがにもう監督交代決定だな。リリースはよ。ドラフト1号まで投手でいいだろ。来季絶対投げれる投手少なすぎるわ。そりゃ出てないからな。巨人阪神なんかとやると力のなさや勝負弱さを思い知るわ。岡本のがちょっと柔らかい。もう少し柔らかさが欲しい。強豪相手がホークスとオリックスだったからね。どっちかだったらとっくの昔に対戦させてたかもね。ヤクルトが弱すぎてまさかの思いだけど、実際はな。トリマ借金20ラインは守りたいんだろうけど、さて5位でも続投は許されないのに。ハードル低いな。家中の栗を拾ってくれる監督候補が果たしているかだけが心配だな。次期監督は確実にこれ貧乏くじでしょ。 CS 通算試合数聖地巨人57試合、同2位阪神39試合、同3位中日37試合。だから出てないわけでもない。松坂から放った代打同点スリーラン。この映像がある限り立浪和義を諦めることはできない。来年はともかく最終の5年目、最後は何とかしてくれるはず。井端弘和さんは侍監督後は資金力があるジャイアンツやホークスでこ、巷は首都圏の球団で監督就任と予想、首都圏のテレビ局で解説者になると思う。家族が首都圏にいるなら。
ドラゴンズで監督になる可能性は限りなく低いと思う。あれだけのことされて監督になってほしいとは虫がよすぎる。そういう時しかオファーがない人がやるから大丈夫。この時期恒例の優勝争いしてるチームには全く歯が立たないやつ。老人にはなりたくないが、落合の時は立場が逆だったな。阿部兄弟平田の頃の中日って打撃は地味だけど守備疲労が高くて野手WAR は決して低くないチームだった。そこに立浪が若返りを進めて有空、村松、石川あたり使ってみたけど全然打てなかった。そんで今年はとりあえず打てる内野手、状態のいい人を取っ替え引っ替えみたいになってきて、それで打力はマシになったんだけど守備がかなり悪くなってて長所が全てなくなった感じ。ボロ負けという言葉がふさわしい試合だった。敬老の日に松木平を投げさせる当たり立浪も性格が悪い。悪いけど打つ方は何とかする、お打ち勝つ野球にするって捉えてる君がおかしいよ。最初から二遊間を重視してたし、守り勝つ野球がベースだったでしょ。細川は弱点がバレたとかではなくね。明らかにスイングおかしいと思う。脚力す使えねえ。もう立浪続投でも辞任でもいいよ。フロント変えないと。高木森道さんと谷重元信さんと森重和さんと与田剛さんも家中の栗を拾ってくれたし、きっといるでしょう。というか栗燃えすぎだろ。昔は良かったねといつも口にしながら生きていくのは本当に嫌だから。燃えすぎて炭になってるから逆に安全かもしれない。多分山崎武史さんが山本明さんか井上和樹さんが拾ってくれるでしょう。この全巨人をキリキリ舞いさせた中里とは雲泥の差すぎてな。すげえ横浜が森下ぶっ壊して広島ボッコボコやん。うちもあのくらい打てないかな。センス壊してノーノーと試合してる広島よりマシだろ。打つ方はなんとかするって言って山口一郎の打つを何とかしたんだから有言実行だろ。立浪の暴力は他チームではなく自チームに向くから安心だよな。なんでこんなしょうもない書き込みに的確なツッコミ入れられるくらい元気なの。どれだけタフなのよ。こちとらもうまともな思考する気力もないからいじめないで。ヤクルトは去年も仲良く一緒に走ってくれたが、最後の最後に崖から突き落としていったな。山本骨折で怒りの伝令にズタボロにされたな。負けてもなんともない。巨人ファンの大喜びに大貢献。二遊間がザルでは守りもダメ。立浪早くやめんかな。今年は違うって言ったじゃん。3年連続同じじゃねえかわいよ。なお打つのも守るのもボロボロな模様。ジャーマン井上でも地獄だぞ。お前もドラゴンズからいなくなれ。そしてダメになる。立浪は3年やってもこれなんだから井上にかけるしかないね。思い出の中でじっとしていてくれ。バンテリンがコンサートのように集客ありすぎるんだよ。フロントが甘えてる。5位だから去年までとは違うよ。立浪フィルハーモニー管弦楽団は指揮者が思いつきでタクトを振って全く調和の取れていない様子が一部で受けているらしいからな。さすがの白井も呆れてるわ。立浪続投をプロ野球ファンの9割以上が望んでるのに。ここはプロ野球アンチだらけか。解説の西山が切れてて草。村松ほんとゲッツー取れんよな。送球もそれるし、あれなんとかならんのか。ヤクルトでも勝てるくらいなのに連敗とは。まあもうこの時期勝ち負けはそんなにだけど、今日は内容がな。中日はスト2の車壊すステージじゃねえんだぞ。ボコボコじゃねえか。ドラゴンズという車を左からエドモンド岡田が百列張り手で壊し、右から立浪ブランカが電撃ビリビリで壊している。早急に何ありだからセカンドしかできんよな。ニュースを見てたらムーキー、ベッツが山本や大谷を毎日見ていて分かったことがある。日本と俺たちの野球に違いはないと語ったらしいな。中日のことを見せてベッツの目を覚まさせてやりたい。カモにできるからドラゴンズ以外のファンは続投を望むよな。村松はセカンド向きです。っていうかなぜセカンド村松ショートロドリゲスを一回もやらないんだ。開幕にねじ込んだのに謎やわ。逆に見てみたいわ。宇佐美が先発捕手だとたとえ負けてもノーヒットでも配球が悪くても叩かれないね。
今日の捕手が木下だったら同じ結果でもいろいろ言われるんだろうな。誰がキャッチャーやろうと今の中日は変わらないよ。お前変わらんかったな。球団事務所にクレームの電話とか来ないんだろうか。知事は選挙で選ばれたがこっちは違う。山崎は絶対にダメだよな。あいつ自分が言われて嫌だったチームを奈落に突き落とす選手がいるを平気で選手に対して言うタイプに見える。3、4月、5割、5月、借金4、6月、借金2、7月、借金3、8月、借金3、9月、借金5、堅実に負け続けてるね。阿部監督、秋広について見ててつまんなくなかったですか？と記者に逆質問。続けて、あんなちょこんとやるならまんぶりして帰ってきてほしかった。見ててつまんなかったので変えました。聞いてるか、立浪にもこれくらいの度量と余裕があれば。あの、特定個人が粘着しているだけだと思いますよ。どうせ勝てないなら打てない、させない、導けないの木下よりは打てる宇佐美でいいってことで、そこに文句を言わないのは筋が通ってると思うけど。別に木下で勝てるならどんなに醜態さらしても構わんよ。板山は来年開幕セカンドだろうな。それで変えたお声が結果出してんだから、競わせるってことで成功してんだよな。西山、前コーチ、ガウカイの打撃内容に出来横だったらしいじゃん。他人立浪監督の上げ足を取ろうとしてたやつがこれ言ってんのくさ。こんなん立浪監督に言われる側やろ。中日にとっては消化試合だけど、相手は必死だからそこで投げるのは良い経験や。二遊間ザルにするのは利的行為なのに、なんでやるんだ。結局3年やって片方すら固定できなかった。中日の監督させたら発狂しそう。やっぱ立浪だわ。阪神戦力外に有観とかやってたけど、あれ阪神ファンも喜ばずに驚愕してたからな。多分目先のことしか理解できないからそうなってしまうんだろうな。ってことは立浪やめろって言ってるのはカープファンか。6点差なんて追いつけるわけないだろ。シーズン終盤だし、ルーキーに経験積ませるのは当然じゃないの。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。